こんばんは、ファンタスティックスフロムエグザイルトライブのリーダーパフォーマンス世界とじゃなくて、今日はなんと僕一人でお届けします。すごい。というのもですね、ファンラジも放送開始から4年目に入ったということで、さらに進化していこうと、今日から定期的にメンバーソロ会を取り入れていくことになりました。で、そのトップをなんと私世界が担当させていただくことになりました。拍手。いやー、というわけでね、まあ、今日はですね、オープニングも一人なので、他のメンバーがどんなのを喋るのかなってちょっと気になりながら喋ってますけど、最近は11月9日ですか、最近はまあツアーもようやく始まりまして、なんかいい調子でいけてんじゃないかなと思っておりますけど、僕は鬼滅の刃が楽しみで仕方がありません。はい、という感じで、そんな今日のファンラジオは2つ目の回でございます。果たしてゆるっといくのか、バシッといくのか、お楽しみに。ということで、山田運送グループプレゼンツ、みんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオ、今週もスタートです。デデツ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 ツ、今日はね、突っ込む人がいないんでこの辺にしておきます。改めまして、こんばんは、ファンタスティックスフォーラムエグザイルトラブルの世界です。それでは早速、ファンタジスタの皆さんから送っていただいた普通メールをご紹介していきたいと思います。ファンタジスタネーム、宮城県の紅かな、ベニ、どっちだろう、宮城県の紅さん、世界さんに質問よろしいでしょうか。癒します。あ、じゃあ癒しますか、世界さんに質問よろしいでしょうか。癒しますね。ふと疑問に思ったのですが、 LDH 内で世界くんと呼ばれることはありますか。あー、呼び捨てやさん付けはよく聞くのですが、あ、先輩後輩ね。世界さん、リキヤさんはメンディ君と違ってあまり聞かないなと思い、メールを送りました。どうでもいい質問でごめんなさい。読んでくれるかな、楽しみにしています。ということで、世界くん、LDH ない。ないですね。はい。だいたい3だな。で、リキヤ、メンディ、町田が同い年4人なんですけど、そこも普通に呼び捨てですし、みんな。あ、でも、リキヤがなんか町田くん、って呼んでたのはなんか記憶にありますね。うん。でもまあ基本トライブで言うと、世界、リキやメンディは、その3人は組んで呼ばれることは、あ、メンディは、たまにメンバーか、ジェネとかのメンバーからは呼ばれてたりはします。アランとかメンディ君って呼んでますね、多分。はい。で、リキやも君って呼ばれてるメンバーいないんじゃないかな。多分いないと思いますね。みんなリキヤさんで、俺も世界さんだし、ジュニアエグザイルでも世界くんって呼ぶ人はいない。年近いリュートとかでも世界さんって呼んでくれるし、そうですね、年上の先輩方でも世界くんって呼ぶ人はいないですね、他のグループでも。まあ他のグループって言うと、ほぼ三代目さんの兼任してないメンバーの方だけになるので、その方もみんな普通に世界って呼んでくださるので、くんは僕はないですね、トライブというか LDH 内でないなぁ。そう考えると、なんかくんってファンの皆さんだけかもしれません。はい、それだとありがたいな。なんだろう、公私混同していいのなら、ガールズガールズとかに世界くんって呼んでくれたら、なんかちょっと、なんだろう、忘れかけてたあの青春の頃を思い出せる、そんな気がします。はい、続きまして、お、長っ、すっげーな。ファンタジスタネーム、モーカさん、いつもファンタスティックスの曲を聴いて元気もらってます、ありがとうございます。車でもファンタスティックスさんの曲を聴いてるので、家族みんな歌詞を覚えて口ずさんでいます。上すげー。私にはノンタンと呼ばれてる12歳差の年中さんかなの妹がいます。妹の好きなメンバーは世界さんです。あれだ、ちなみに私はソータくんです。いらん。世界さんを初めて見たのはフライングフィッシュの MV で、その時世界さんに一目惚れしてました。ありがとうございます。過去形、家でよく世界さんのダンスを見て真似をしたり、世界さんがよくするポーズを真似ています。世界さんが好きすぎて、好きな子誰と親に聞かれても世界さんと答えます。そんな妹から世界さんに質問で、何のお菓子が一番好きですか、だそうです。どういうことでしょうかね。また一つ、あ、じゃあもう一つ、私から良ければ妹の名前を言って一言コメントいただきたいです。
まだライブに行ける年齢ではないので、早く大きくなって生の世界さんを見るのを楽しみにしています。大きくなって二人でライブ見に行くことを約束しています。これからも応援してます。頑張ってください。長文ですみません。いいえ、ということで。のんたんが好きなんですね。妹さんが僕のことを好きなんですね。年中さん。年中さんって、もう一桁っすよね、だからね。まだ。幼稚園とか、4歳、5歳ですね。16歳、年齢言っちゃあれですけど、16歳の子から12歳差の子なんで、多分年中さんなんで、4歳、5歳ぐらいの方なのかな。のんたん。のんたんに一言コメントをいただきたいという。お菓子が、何のお菓子が一番好き？僕はですね、でもシンプルにポテチかな。アメリカ風のやつが好きですね、僕は。コンビニ行ってお菓子買うときはしょっぱい系のパリッとするやつが好きですね。はい、それ系は全部基本。あと、でも一番好きなのはありました、ありました。一番好きなお菓子は激辛のやつです。そう、だからまだのんたんはちょっと食べれないかもしれないですね。だからのんたんが食べれそうなので言うと、甘いアイスとか、アイスだと僕はチョコミントかチョコ系が一番好きですね。はい、一つずつ分かれてる黒いヒヤみたいなやつが好きですね、僕は。が好きなので、ぜひのんたんもなんか食べてねくれたら嬉しいなと思いますよ。フライングフィッシュの MV が見たんすね。ドライブミークレイジーとフライングフィッシュの俺は多分別人だと思われるかもしれないですね。なんかいつかね、姉妹でライブに来てくれたら嬉しいな。あの時ののんたんですって、大きくなりましたって言ってくれたらね、上がるわ。なんかそういうの歴史感じるし、僕がいつまでものんたんに好きと言ってもらえるように頑張りますよ、これからも。ありがとうございます、長文ね。もうかさん、ぜひね、なんかもうかさんの住んでる県にライブに行けるように頑張りたいなと思います。はい、大きな場所がある県です。はい、後半も引き続きまだまだ普通メールをご紹介していきたいと思いますが、その前にここで一曲お届けしたいと思います。ここがですね、いつもと変わってます。一人の会はですね、特別に、まあ、その人の趣味思考だったり好きなものっていうのもまた皆さんに知っていただけるんじゃないかなということで、自分たちの好きな曲というか今聴いてほしい曲をここでかけたいなと思います。僕はですね、ガンダムという作品が好きでして、ちょっと短めに喋りますけど、ガンダムの逆襲のシャアという映画がありまして、その映画が僕が生まれる前の映画なんですけど、僕はそれを子供の時に見て、今も現在も大好きな映画の作品の一つなんですけど、そのエンディングテーマ、TM ネットワークさんのビヨンドザタイムという曲をね、今日はお聴きしていただこうかなと思います。ぜひガンダム知らない方もすごくいい曲なので、そして最近また活動が再開したので、ぜひ皆さんも聴いて知っていただけたらなと思います。それでは聴いてください。 TM ネットワークでビヨンドザタイム。FM 大阪からファンタスティックスフォロムエグザイルトライブの世界がお送りしております、山田運送グループプレゼンツ、みんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオ。今日はメンバーソロラジオ第1弾ということで、私世界がお届けしておりますが、大丈夫でしょうか今のところ。大丈夫ですね、ありがとうございます。引き続き後半も普通メールをご紹介していきたいと思います。ファンタジスタネームリンさん、ファンタスティックスの皆さんこんばんは。仕事中に癒された話を聞いてください。癒された話ですね。私は特別支援学校で働いています。以前白雪姫の本を渡されたので読み聞かせをしていると、子供小児の女の子から毒リンゴを渡されたので倒れたふりをすると、ほっぺにキスをしたふりをした後にニコニコ笑顔で抱きしめられました。わあ、大変なこともたくさんありますが、幸せもたくさんある仕事です。皆さんは最近幸せだなと感じたことはありますか、教えてください。素敵ですね、リンさん。幸せだなと感じたこと、そうですね、まあでも
日々ですかね、なんか仕事があることもそうだし、なんかなんだろう、なんだろうでもファンの皆さんとなんかこういう、まあこれはメールですけど、なんかそういう交流、人と交流してるときはなんか幸せだなと思いますね。もちろんそれでいろんな思いすることもありますけど、基本的には幸せだなと感じておりますね。お仕事頑張ってください、リンさんね。続きまして、ファンタジスタネーム山口県のキヨさん、ファンタスティックさんの皆さん、こんばんみ。私は社会人になり半年が経ちました。周りの方たちはいい方ばかりで本当に恵まれてるなぁと思いながら仕事をさせてもらってます。皆さんが働くようになって社会のいいところ悪いところを知ったというエピソードはありますか？また今の職業でなければ自分はきっとこの仕事をしていてこういう生活をしているというのがあれば教えてほしいです。働くようになって社会のいいところ、社会のいいところか、社会のいいところはつながりができるところですね。はい、全く学校とかだけだと知らないようなところと社会に出るとつながれるっていうのが一個いいところと、悪いところは逆につながって悪いところがたくさんあるっていうのも知るという、それをどう使って、いいところでいい風に使うか、悪いところで悪いところに使ってしまうかっていうのは、こうなんか、あとはそのそうですね、悪いところを使ってるなーっていうのを知りながら働かなければいけないところもありますね。働くっていうことは結構それに近いのかなと思います。また今の職業でなければ自分はきっとこの仕事をしていて、これ生活をしている、今の職業じゃなかったらですか？僕は結構今の職業以外考えられないかな。まあ昔からやってることがそのまま延長線上で仕事になってるのが今の仕事なので、サラリーマンをやってるっていう姿も想像できないですし、多分サラリーマンやってても僕は辞めてるんじゃないかなと思いますね。辞めて自分でなんか会社作って自分で好きなことやってると思います。でダンスは、仕事にしてれば仕事にしてるけど、仕事にしてなければ本当に趣味で、例えばイベントやったりなんかバトル開いたりとかはやってたんじゃないかなと思いますね。あとまあ後輩をなんか育成みたいなことはしてるかなと思います。あとはまあそういう声優は多分やれてなかったんじゃないかなと思いますね。声優さんを多分お芝居をもしそのまま続けていたら、声優さんっていう道を選ぶか、舞台をメインに活動する俳優さんのどっちかだと思いますね。それかもしくは両方やってたかかな。でもどちらにせよなんか音楽とかそういうのに携わる仕事か、アニメとか漫画とかゲームとかに携わる仕事はしていたのかなと思いますね。はい、一時期僕もなんか真剣になんかプログラミングとか、プログラマーっていうかゲーム作ったりっていうのをちょっと勉強してました。そういうのもあるかもしれないです。それか漫画家さんとかねっていうのはありましたけど、はい、ファンタジスタネーム神奈川県のハチコさん、ファンタスティックスの皆さん、こんばんは。みんなに聞きたいことがあってメールをしました。私は販売の仕事をしているのですが、今度インスタライブをしながら商品説明や質問に答えなければいけません。もちろん配信なんて一度もやったことはないです。皆さんは普段キャス配信などやってくださったりと、話す声のトーンやコメントの見方が慣れているかと思います。そんな皆さんですが、初めての生配信は緊張しましたか？また配信をするとき、どのように配信するのがいいかアドバイスが欲しいです。本当に本当に緊張していて逃げ出したいです、という、この方はですね、現在仕事をしてるんですね。そので初めて生配信をすると、初めて生配信の緊張ってなんだ、何が初めての生配信だったかもわかんないな。インスタライブかな俺。ライブを例えばライブビューイングとかのはちょっとのきます。それはなんかまたちょっと全く別なので、生配信、そうです。まあでも生配信っていうと一番手近にやったのがインスタライブだったっすかね。まだ CL とかができる前の、それは緊張はでもしなかったですね。僕らって結構なんか何かを売ったりとか、何かをこう仕事的な感覚で配信する人が少ないので、キャス配信もそうですけど、結構普通に
みんなと喋る感じ、こういうラジオとかをこう応答があるラジオをやってるみたいな感じの感覚でやってるので、そんなに緊張はしないですね。ただもし説明とかをしなきゃいけないってなると、あの噛んじゃいけなかったりすると思うので、大事なところとかそれは結構練習しないといけないかなと思いますね。なので基本的に緊張してるってことは多分練習が足りてないだけだと思うので、いっぱいたくさん喋っていっぱいその喋らなきゃいけないことをたくさん頭に入れておいて、でカンペ見ながらやると絶対噛むんで、なるべく頭に入れておくと多分配信するときに、綺麗に読めるんじゃないかなと思います。あとはあのモノマネするといいですね多分。はい、この方はですね多分見られることにあんま慣れてないと思うので、たくさん、でも最初はなんかその緊張感も初々しくていいんじゃないですかねって思いました、聞いてて。なのでアドバイスとしては、頭に読まなきゃいけない内容を入れておくのと、モノマネをしてみるということですね。はい、おすすめです。はい、いやーたくさんのメールありがとうございました。本当にね、あのたくさん幅が広いメールを今回は読ませていただいて、いつもじゃああんまり読めないようなメールも読めたんじゃないかなと思います。たくさんのメール改めてありがとうございました。FM 大阪からファンタスティックスフロムエグザイルトライブの世界がお届けしてきました。山田運送グループプレゼンツみんなで作るラジオファンタスティックレディオ、エンディングのお時間となりました。はい、本日はソロ回ということでありがとうございました。ご拝聴していただき、お耳をお借りしました。皆さんのまあね、なんかいろんなところで聞いてくれたら嬉しいんじゃないかなと思います。もう今日は割といつもの僕にしてはテンションが落ち着き目だったんじゃないかなと思います。あんまりあの良くも悪くも仕事感なしで普通にラジオしてました。はい、一人だとこんな感じです。いつも僕が頑張ってるの伝わったでしょうかね。はい、ありがとうございます。番組ではファンタジスタの皆さんからのメールをお待ちしております。メールが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。そして番組へメールを送ってくださった方の中から抽選で毎週5名様にファンラジオリジナルエコバッグをプレゼントいたします。たくさんのメールをお待ちしています。そしてファンタスティックスからのお知らせですが、12月15日水曜日に EXILE デビュー20周年を記念したトリビュートシングル「ファンタスティックス from EXILE」発売決定しております。収録曲は「Each Other's Way」「旅の途中」「Someday」「Victory」「Flowers Song」の4曲を収録。その他今後の予定に関して詳しくは EXILE TRIBE モバイルの中にある「ファンタスティックス」のページをチェックしてください。ということで今夜は「ファンタスティックス from EXILE TRIBE」で同じく「ガンダム」の曲 To the Sky を聴きながらお別れです。山田運送グループプレゼンツみんなで作るラジオファンタスティックレディオ、この時間のお相手はファンタスティックスフロムエグザルトライブのリーダーパフォーマンス世界でした。バイバーイ。